では、まずは左足を上げて、右肩側に体を曲げていってください。ですね。重心が外側に行ってしまいがちになりますので、そうですね。内側に多少こう重心を移動させるように、親指側で踏ん張らないとすぐに倒れてしまいます。はい、戻してください。では、一回足を下ろしましょうか。では、今度は足を上げて、反対に倒していきます。そうすると、重心が。 母子球側に寄ってきてうまくいかないと倒れてしまいますので今度は小指側で頑張らないといけなくなります。